あなたには今も見えているはず。コーラルたちの声が。それでも人とコーラルの可能性に目を向けず、私たちを根絶しようというのですね。 コーラルをめぐる争いに勝者はなく、炎と嵐の後にはかつての開発惑星の痕跡のみが残った。
半ば死に体となった企業勢力は惑星封鎖機構との共同声明を発表。ルビコンは廃星として永久に放棄されることが合意された。そして生計を焼き払った周辺、世界の敵たる独立傭兵は消息を絶ち、今はただその名だけが歴史に刻まれている。二度目の祭火、レイブンの日として。